皆さんこんにちは、ハロハロネクストです。さてこの動画は儲かる儲からないフィリピン系 YouTuber 収入ランキングの2024年2月版となります。今回も予想外のランキング結果となっていますので、ぜひお楽しみください。このランキングを行うにあたりリーグ分けをしています。名付けてフィリピンリーグ、 P リーグです。 P リーグには3つのカテゴリが存在します。各リーグをチャンネル登録者数で分けまして、各リーグ内でフィリピン系 YouTuber さんが競います。 YouTube チャンネルの収入データはソーシャルブレードの直近1ヶ月分のデータに独自の補正係数をかけて集計しています。ランキング表示についてはフローリッシュを使って可視化しています。詳しく知りたい方は過去の動画を見ていただけましたら幸いです。なおソーシャルブレードで取得できるデータは不確定要素の多い収入データとなりますので、表示されている収入やランキング結果の表示はあくまでも参考情報として動画を楽しんでいただけましたら幸いです。それでは早速 P3 リーグのランキング結果から見ていきましょう。今回の P3 リーグは合計26のチャンネルが参加しています。なお前回から上位16位までをランキング表示することにしていますので、17位以下についてはランキング表示の対象外となっていますのでご了承ください。さてそれではランキング表示の説明をさせていただきます。チャンネル名の右側の括弧内に書いてある数字が各チャンネルのチャンネル登録者数となっています。そしてチャンネル登録者数の右側には前回からどのくらいチャンネル登録者数が増えたか、もしくは減ったか分かるように数字を入れています。ここを見ると今勢いのあるチャンネルが分かります。そしてさらに右側には先月からどのくらいランクアップしたか、もしくはどのくらいランクダウンしたか分かるように矢印と数字を表示しています。前回から変化のなかったチャンネルは0を表示しています。今回の P3 リーグですが、これまでの傾向から大きな変化はなく、中盤勢までは5000円以下の収入の YouTuber さんが多い状況となっています。第8位にランクインされたひなチャンネルさんがようやく5000円を超えてきました。第6位には前回同様ケンタテラオカさんがランクインされ7500円という結果でした。そして第4位にはこちらも前回同様キトタカシファミリーさんがランクインされ、金額は1万3500円となりました。いよいよ P3 リーグのトップ3の発表です。第3位はピーナチャンネルさんでした。金額は1万3500円という結果でした。一気に5ランクのアップでチャンネル登録者数も120人増えていますね。そして今回第2位にランクインされたのはレッツジョイナスさんで、金額は1万6500円でした。レッツジョイナスさんは P3 リーグトップ勢の常連になりましたね。そして今回 P3 リーグの第1位に輝いたのはフィリピン夜のラジオセカンドさんでした。ついに P3 リーグ1位獲得です。こちらはサブチャンネルで、メインのチャンネルは P1 リーグに参戦中です。金額は2万500円でした。フィリピン夜のラジオセカンドさん第1位獲得おめでとうございます。そしてここからは P2 リーグのランキング結果を見ていきたいと思います。今回の P2 リーグは合計13のチャンネルが参加しています。フィリピン系 YouTuber の中堅チャンネルが多いこの P2 リーグはいつも波乱の激戦リーグとなっています。さて今回も予想外の結果となりました。 P2 リーグの中盤勢は今回も1万円以下のチャンネルが多い状況となっています。わずかな入れ替わりはありますが、いつもと同じ顔ぶれになっていますね。第7位には前回同様脱サライフさんがランクインされて、金額は1万円を超えてきました。チャンネル登録者数も160人増えています。第5位はフィリピンラボさんがランクインされ、金額は1万8500円という結果でした。前回より4ランクのアップでした。第4位はアジアントラッカーさんがランクインされ、金額は2万円を超えてきました。さていよいよ P2 リーグのトップ3の発表です。今回第3位にランクインされたのは JK ファミリーチャンネルさんでした。金額は2万7500円となりました。 P1 リーグまであと少しというところですので、次回は間違いなく P1 リーグに昇格してそうですね。そして今回第2位にランクインされたのはイッサのルームさんでした。金額は3万500円という結果でした。安定のトップ3という感じですね。なかなか1位の牙城を崩せずにいますが、1位獲得を期待したいですね。そして今回 P2 リーグのトップに輝いたのはサラマッポチャンネルさんでした。前回から一気に4ランクのアップです。そしてチャンネル登録者数も一気に780人増えていて、 P2 リーグで最も勢いのあるチャンネルとなっています。金額はぶっちぎりの7万8000円という結果でした。
サラマッポチャンネルさん、第1位獲得おめでとうございます。そしてここからはいよいよトップカテゴリーとなる P1 リーグのランキング結果を見ていきたいと思います。チャンネル登録者数1万人以上のチャンネルの収益は毎回気になりますね。今回はいくら稼いだのでしょうか。今回も合計20のチャンネルが参加しています。第13位には島 TV アイランドさんがランクインされました。金額は 27,500 円でした。そして第11位にはフィリピン応援だよりさんがランクインされました。金額は 33,000 円という結果でした。残念ながら前回から4ランクのダウンです。 P1 リーグの中盤勢までは5万円以下のチャンネルが多い状況となっています。そして第9位には前回同様フィリピン寄りのラジオさんのチャンネルがランクインされました。金額は 47,000 円という結果でした。第7位にはリオチャンネルさんがランクインされました。金額は約8万円という結果となりました。そして第5位にはクーヤカズさんがランクインされ、前回よりワンランクのアップです。金額は15万円を超えてきました。今回の P1 リーグはレベルの高い戦いが期待できそうです。そして第4位には前回同様パラワン島在住マコトチャンネルさんがランクインされました。金額は16万円を超えてきました。さてここからはいよいよトップ3の発表です。今回のトップ3はどのような結果となったのでしょうか。波乱の結果となったのでしょうか。第3位は前回同様運び屋リオさんのチャンネルでした。金額は18万円を超えました。チャンネル登録者数は前回から1600人増えていますので、まだまだ勢いがあるチャンネルですね。そして今回 P1 リーグの第2位を獲得されたのは、こちらも前回同様イク P チャンネルさんでした。金額は約24万円という結果でした。この金額なら通常の1位獲得レベルですが、今回の1位はどうなっているのでしょうか。そして今回栄えある P1 カテゴリーのトップに輝いたのは、前回同様123ジャパンさんでした。金額はなんと約63万円というぶっちぎりの結果となりました。チャンネル登録者数も1ヶ月で8000人増えていて、まだまだ伸びているチャンネルさんですね。男女や年齢など問わず幅広い層に人気を獲得しているのが要因と言えそうです。123ジャパンさん、2回連続の第1位獲得おめでとうございます。次回3連勝になるかとても楽しみですね。さて今回のランキング結果ですが、チャンネルの浮き沈みが明確に出た回ではないかと思います。常に動画を公開し続けるのはかなりの労力が必要ですので、そういう意味でも継続できるチャンネルが今後も生き残っていくのでしょう。さて次回以降の収入ランキングがどう変化していくかも楽しみですね。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。